下島橋は、長野県道三百十五号畑北大妻、吉品線が、あず川を越える際に架かる橋で、長野県松本市あず川市も立つたと、畑下島を結ぶ。地域の名産品にちなんで、畑川の親柱に、スイカ、あず川側の親柱に、リンゴの装飾を施してある。1 9五十年に、畑下島にある、あず川高校へ通うための通学路として、 当時の並田、あずさ川両村により建設され、増水で一部が流出されるたびに、両村で構成する管理協議会が補修していた。1976年12月に県道に編入され、県が管理することになったが、1950年に架けられた橋は、長さ132メートル、福音2.6メートルの H 港の上に木の板を並べたもので、 福音が狭い上に老朽化により、自動車荷重が1トンに制限され、交通需要に対応できなくなっていた。そこで、県は、急遽の下流19メートルで、1986年に、ポステーション PC 単純 T 桁橋工事に着工、1990年10月23日に、供用開始した。長野県道315号畑北大妻、豊品線は、 橋の南方1200メートルの旗下した島の国道158号との交差地点で長野県道449号上、武田旗線と接続し、山形村方面に伸びることになっている。しかし、県の担当課は国道との交差地点近くにアルピコ交通上高地線があり、踏切を新設しなくてはならないことを理由に長野県道449号上、 岳田旗線工事に着手しない。このため、国道158号とは T 字接続のままになっている。ありがとうございます。